約1時間ですね。じゃあ 約1時間皆さんぜひともお付き合いください、うん、お願いします。はい、そしてですね、まあ、FEC チューン堂では毎週ですね、ああ毎週と言いますか、まあまあこのね、はい、月曜日から金曜日まで、うん、はい、オープニングで漫才をしてまして、してますよ、はい、なのでオープニング漫才、オープニング漫才ちょっとやっていきましょうか。始めましょう。はい、それではタイトル、あ、行きましょうか。お願いします、はい、はい、タイトルは夜ですね。夜、夜、夜、はい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 、いやもう夜といえばね、はい、まあ、少年少思春期になったら夜行動しだした。やっぱ子供の頃っていうのは怖くて、なんか夜、うん、夜怖くなかった子供の頃。いや全然、嘘、俺買い物行けとか言われたらめっちゃダッシュしてたもん、はい、全然でしたね。で、で、ある日、はい、自転車乗ってたら、うん、チェーンが外れたわけさ。チェーンが外れて、あーってなって、うん、夜な上にチェーンも外れて、もう焦るさ。うん、しかも、直すのも、直す工具もなくて、うん、木の枝しかないわけさ。うん、あーって木の枝で、はーはーやってたら、なんかしら外人さんがやってきて、あ、ランニングしてる外人さんが来て、うん、あ、俺やばい、殺されると思ったけど。いやいや来たからね、急に子供だから、わからんさ、来てから、うわーって言って、そしたら直してくれたわけさ、この外人さん。すごくない？優しいな。で、その外人さんが僕の今のパートナーです。嘘つけや。嘘つけや。そんなエピソードなってないだろ。メンズでしたけどね。メンズだろ。メンズだった。あ、でもやっぱ優しいなと思って。優しいなっていうか。怖かったよ。あ、そうなんだ。うん、まあまあ、いたってね、漫才って言ってるけど、全然漫才みたいな感じ出さないけど、ね。漫才やないけ。漫才やないけ。だからもう今日はそのついでになんだけど、はい、俺も夜って言ったら一つだけある、うん、お前に似たようなエピソード一つあるわ。あるんだ、うん、うん、浦添に、うん、もう亡くなっちゃったんですけど、うん、内間の伝えあったんじゃないですか。あー、あったね。今もう枯れ秀になってますね、はあ、あそこで僕、うん、ドラえもん借りてたんですよ。ドラえもんを借りてた、はい、劇場版ね、 DVD かな、うん、うん、劇場版を借りて、うん、で劇場版ってなんか見たらやたら見たくなったから、うん、もうギリギリだったんですよ。多分あそこ9時ぐらいに閉まってたのかな、9時か10時に閉まってて、うん、ギリギリだったから、うん、でもどうしようもう一本見たくて、その劇場版の最後にまた次のなんか予告編みたいのがあって、うん、もうこれどうしても見たいみたいな。返す時間ギリギリだったみたいな。そうそうそう、返す時間もギリギリだったし、うん、借りもしたかったから、うん、もうめちゃくちゃ俺もチャリで急いでブワーって行ったら、うん、駐車場にチェーンされて、そのままそのまま首にラリアット食らって、チェーンガーンってなって、俺のチャリだけ閉店時間ギリギリに着きました。入ってきました。ピョーンビーってなったら面白いけどね。検索あると、はそんなむせる？いや面白いなと思って。はい、うん、という話です。あ、なるほど。はい、いやでもまあ夜といえばね、うん、じゃあもう皆さん朝起きてね、はい、夜起きて、うがいして歯磨きして起きましょう。はい、どういう話を、いや、いい加減にしろ。はい、ありがとうございました。It's my life. 大平スタイルのチューズデイスタイル。はいはいはい、はい、始まりました。まずはですね、うん、オープニング漫才、yeah. まあ、もう僕らの場合漫才じゃないですよね、まあまあ、普通にそのテーマに合ったエピソード話すみたいな。エピソードをね、でもテンポよく話すから。いやいやテンポよく話す、いつもお前が全然テンポよくないから。いやいや、自分だけのエピソードバーって喋って、俺うんうんうんって横で聞いて、最後に俺がじゃあこれに対して何かありますか、一言パンって言って、ありいい加減にしようとか。なんかお決まりのパターンができつつあります。いやいや、できてないだろ。できつつありますよ。まあまあ、これがね、もしかしたら大平スタイルの漫才のスタイルかもしれませんしね。そうそうそう、トーク漫談、漫才みたいな。漫談言うてますけども、まあ、まあ僕らどちらかというとトークな感じでもないんですけど、ね、はい、トークも下手くそなんですけど、ね、はい、僕は下手くそ。君うまいさ。いや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 、仲間うちの、ね、やめてもらっていいですか。やめてもらっていいですか。こういうの全然違うところで言ってもらっていいですか。いやいや、君一人でみんな焚き火を囲んでなんかトークするさ、夜。やらないやらないやらない。俺そういうなんかボーイスカウト的な、なんか心境みたいな立ち上げてないから俺。火を見てごらんみたいな、心が落ち着くだろうってよく言ってたでしょうか。俺はもう一子相伝の下地真剣しか立ち上げてない。なんで下地真剣。下地真剣習いたいような、習いたくないような。、はい、まあでも後継者もいてね、よかったじゃないですか。そうですね、一子相伝なので。やめろ、教えるな。あの子供が悪い子にしますからね。あ、まあまあ、今週のタイトルは夜ということでね。夜ですよ。まあまあまあ、いろんな夜ありますからね。夜といえばね、いやー、はい、一人の夜でってってってれれれってね、ポルノグラフィティが言ってるじゃないですか。あ、まあまあ言ってますね。ロンリーですからね、あなたはね。ロンリーロンリー、ずっとロンリーロンリーですよ。いや、ずっとじゃないわお前。ずっとじゃないわ。ずっとでしょ。やめてくれよ。ずっとロンリーなんですけども。この先もロンリーロンリー。会いたくて誰もいねえっちゅう。会う人がいないっていう。はい、それでですね、はい、まあ今週は、はいはい、はい、まあいろんな、うん、今日も企画を、あ、あります、ね、はい、あります。そしてありますよ、今日はアニメ研究所、あ、久しぶり、はい、あります。やっと正月明けましたかね。博士、明けたみたいですね。明けましたかね。はい、出てきたみたいです。はい。
もう会った瞬間に明けましておめでとうって言ってましたから、ね、あもうそだいぶ過ぎてますけど、ね、だいぶ過ぎてますよ、ヤマピーも困惑してましたよみたいなこの人まだ正月気分だみたいな顔しましたからね。そうでしたね。はい、なのでアニメ研究所、はい、今日は博士が来てくれたということでありますので、まあ、今日はね、うん、何のアニメを紹介してくれるのか楽しみだ、ね、はい、ぜひ皆さんお楽しみにしてください。ここはあえてねミツバチハッチとか教えてほしいなんでミツバチハッチ、まあまああれはあれで素晴らしいですからね。まあまあ素晴らしい、うん、素晴らしいですよ。素晴らしいからって言って普段ミツバチ見たら、うん、なんかこうなんか楽しあなんかこう親身な気持ちになる。ミツバチ見てもいやなりますよ。僕手差し伸べますから。刺されるよお前、うん、刺したら潰しやめろお前。もう今拍手が起こったんじゃないわーってうわーあやめやられました。ダメですよ、ダメですよ。ヤマピーがモザイクかけたんだ、モザイクかけたんだシャーってさすが腕持ってるわ生き物は大切に ね、 切にねしていかないといけないですからね。毛玉のあたりからなのでアニメ研究所ぜひお楽しみにしてください。はい、お願いします。そしてですね、その後は、うん、先週に引き続き、はい、ちょっとどっちの討論しようでしたっけ。討論しよう、討論しよう。まあ、ゴールドリードの企画パクってる、パクってない疑惑が出たんですけど、うん、疑惑は疑惑、1回目にしてパクってる疑惑出たんですけど、うん、いやあれは多分あれ勝手に言ってるんだよ。熱造じゃないです。あのリークは事実その前にあった番組ですから、まあ、今ね水曜日があのデコボコトラベリングといって、ねはい、若手のねイケメンとイケメンのコンビなんですけれども、はい、いやイケメン、はい、イケメン、まあ、イケメンか俺のイケメンだお前誰だもん、お前今世の女性ほぼ嫌われたから。いやいやいやそう思ってんだけど、中にはねこのラジオを聞きながら、うん、あキュンって来てる人はいるよキュンって いやキュンから順へみたいな、ないですよキュンから順へ、うん、北の国からかな。北の国じゃない順よ、順って言えば順だろ。そっちの方じゃなくて、そっちの方の順じゃなくて、そいいんですよね多分FM 技能の社長は。ほらほら出た出た出た、順と来た。すぐなんかちょっとやばいと思った。すぐ社長の名前出す。社長が言ったんだよね。いけないからね。ジュンジュンの奇妙な冒険みたいな。ジュンジュンみたいな。ゴー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 じゃなくて、ジュン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 みたいな。ジュン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 。それでですね、まあ、その後、アニメ研究所をやりまして、はい、その後に、どっちの討論しよう。はい、いや、討論しよう。はい。まあ、やりましょう。こちらの方はテーマを基づいて、はい、まあ、お互いにちょっと討論していくという。まあねうん、そして、リスナーの方も聞いてる方もですね、ねはい。混じってほしい。ぜひぜひ一緒になって。うん、混じってほしいし、はい、こんなこと討論してほしいっていう、なんかテーマがあれば、ね。テーマもあれば、ぜひぜひ。いただければと思いますけど。まあ、解決に導かれるのかどうなのかはよくわからないんですけども、まあね、はい、まあでも解決未完成なままでも美しいんじゃない。未完成なままがなんかちょっとまとめに入ったけど、いやまとめじゃない、未完成の子ね、美しい、俺はモヤモヤするんですけど、モヤモヤする、はい、なのではい、ぜひぜひ皆さんお楽しみにしてください、うん、そしてですねメッセージはですね、まあフリートさせていただきたいんですけれども、まあ大平スタイルのこの番組に関することなど何でもいいですので、そしてギノワン周辺で何かイベントありましたらぜひそちらの方も送っていただけました。僕らの方で告知等もさせていただきたいので、はい、ぜひぜひ何かこのこういうことがあるよと、私に来てたこ焼きパーティーやるよとまあ来るわ来るわ来る来る来る参加する、参加する。なのでぜひそういったものもあればぜひメッセージで送っていただけたらなと思います。はい、それではですね、はい、メールアドレスが、797@fmgino1.com、うん、797@fmginowan.com。いや COM かっこいい、うイタリアなフランス男子かな。あいやアメリカですけど、アメリカだったんだ、うん、あの CIA、うん、トランプス、あトランプ、トランプだったんだ、トランプだったんだ、そんなかっこよく言う、なんかアメリカファーストル、あすげえトランプがおる、トランプがおりますね、アメリカ COM、 COM.com 的な、ね、FM 機能はちょっと COM ですからね、皆さん間違いないように、アメリカってやつだね、アメリカ COM に送ったらなんか変なとこ行きますから、個人宛てにメール来るかもよ、はい、気をつけてください。はい、それではですね、まず曲いきましょうか、はい、いきましょういきましょう、はい、この後、はいね、あのアニメ研究所ありますの で、 あそうです、ね、ぜひぜひお楽しみにしてください、はい、それでは曲いきましょう、はい、紹介お願いいたします。こちらですね、フィンガーファイブで学園天国です、どうぞ。ツイキャスタイム、すげえ、わー、はい、そして今日もたくさんの方からメッセージ、はい、ありがとうありがとうございます、はい、なるほど、こちらまず、どちらからかな、はい、まあ、コインから来ましたよ、はい、綾野さんからコイン、綾野さんからこんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、この後リュウジさんこんばんは、あ、こんばんは、いや、聞いていただいて本当にありがとうございます、はい、毎回ね、いや本当にね、イケメンやわ、ヘビ、いや本当に中身もイケメンって、個人的な、中身もイケメン、すごい、中身もイケメン、中身もイケメン、会ったことあるのかな、あるのか、あるけどね、まあね
はい、ユーミンさん、こんばんは、はい、ありがとうございます、ユーミンさんも、はい、本当に、はい、恋もくれてますよ、もう、はい、本当にお小遣いちょうだいなんでお小遣いちょうだいやんにあげんよ、はい、愛知県は寒いかもしれないですね。あ、寒いでしょ。いや、だって沖縄で今日、どこでしたっけ、国神かどっか、12度でしたよね。あ、そうなんだ。12度とか、なんかどっかで10度ぐらい。あ、10度いっちゃった。はい、沖縄ですよ、沖縄で。伊平屋とかじゃない、北寄りだと。沖縄本島の。本島で、本島の。え、本当にっていうね。つまらねえ。与那覇だけの屋上かもしれない。頂上。つまらん言うなよ。有田さんです。こんばんは。あ、こんばんは。有田さん、いつもありがとう。コメン、アイコンっていうんですか、アイコンが。あ、これ本人なのかな、まさかね。本人じゃないですか。本当に、はい。え、これなんか浜崎あゆみに似てるような気がしますけどちょっとそれはそれであげるね、あげますね、お前こすりましょう、ごますすりましょうダメですからね、手出しちゃダメですよ。これあれじゃないですか、はい、ブリトニー・スピアーズかな変わったわ、国籍変わってもうた国籍が変わっちゃいます、ね、すごいな、はい、で中田猫さん、こんばんにゃ、寒い、寒いっすよね、沖縄も寒いっちゃ寒いっすからね、やっぱ寒いですよ。あ、上野さんね、お初ですって言ってるんですけど、上野さん、お初です、はい、じゃあこれ、ラジオこれ、いたってあるんですけど、多分、2回前も見たような、名前か、はい、覚えてありますけど、上野樹里さんでしょうか、見てるのかな、違うから、上野樹里さん、来ないでしょ、いきなり木の樹バーンって来られた、そんなフラットに入られてもあ、そうですね、こんばんは、嘘みたいないや、びっくりしますよ。あ、川原健さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、福井も寒いでしょう。いや、福井さ、絶対寒いよね。暖房しろよ、本当に。火炊け。火炊きましょう。火炊くのはやめましょう。いただきまーす。風が怖い。あ、曲も。あ、ダイアン・テイラーさんも。はい、大谷さん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。いやー、みんなもういっぱい来てるんじゃないかな。はい、お送りしました曲は学園、はいはい、フィンガーファイブで学園天国でした。楽園、はい、楽園だね。まあまあこの曲が始まると始まったなって感じします ね、まあ、そうですね、僕らの、ね、チューズデスタイル、ね、はい、まあいろんなところで僕らちょっとね、ちょっと拝借してますけどね、曲を、何を、曲を、あ、曲、あ、でもね、始まったということで、今日はもう楽しみな感じじゃないですか、はい、楽しみな、ね、まあちょっとアニメ研究所の予定だったんですけども、はい、あの博士がもしかしたらちょっと逃亡疑惑が今入ってるんで、あ、そうなんですか博士、プチ、またプチ、プチロマン飛行してる、プチ逃亡疑惑入ってるんで今ちょっとフリートークのところでさせていただきたいかなって、ちょっと博士がちらっと見えた瞬間にね、もしかしたら今持ちついてんのかな、持ちついてるかもしれないね、開けたばっかだから、いや、喉に詰め落としてんのかな、博士は収納しちゃう、博士は開けたばっかかもしれないので、はい、的な感じでハワイ行ってたのかな正月なんで、はい、ちょっと頭獅子舞に噛まれてそうですけど、ね、芸能人みたいな、ね、博士は芸能人なんで、はい、で基本でも土の中にいるようなタイプの人ですからね、はい、博士はアングラな人です、アングラな人なんですか、思ってて本当はなんですけどね、まあ博士はある意味マイペースですから、マイペース、マイペース、マイペースですからね、はい、いい意味で、じゃあちょっとなんか博士がちらっと見えたので、はい、アニメ研究所やっていきましょうかね、いや、行きましょうか、はい、呼び込みましょう、はい、呼び込んでいきましょうか、はい、それじゃあ博士お願いいたします、お願いします、めっちゃ焦ってますね、博士博士大丈夫ですよ、そんな焦らないでも、焦らないでも大丈夫です、今年始まったばっかですからね、はい、博士あ、すいませんって、あっちーさん、はい、こんばんはって来てますね、お初じゃないですかね、あっちーさんお初じゃないですか、お初じゃない、はい、じゃあ、いつもの挨拶行きましょうか、はい、お初の方にね、はい、はい、行きましょうか、あっちーさん、大平スタイルのチューズデスタイルへようこそ、メンソーレアッサルストレー、はい、ありがとうございます、すでに上野さんも、はい、もう多分、うん、やりましょう、行きましょう上野さん、チューズデスタイルへようこそ、分からないのか、メンソーレアッサルストレー、はい、ありがとうございます、お役の方が2人も来てますよ、今夜は、はい、今日もたくさんの方にすごいね、たくさんの方、あのツイキャスの方配信してるんですけども、はい、そちらの方で見ていただいてるんですよ、見ていただいてるんですよ、はい、ありがとうございます、まあ、ラジオお聞きの皆様もですね、もし、はい、あのお時間あればツイキャスの方でも見ていただければと思います、あ、そうですね、ぜひぜひ、そしたらもう僕らの顔晒してますんでね、そうそう、晒してますんで、はい、この晒してますよ、この社会にもう晒しますからね、晒すって言い方がちょっと面白いね、晒してますよ、このネット社会、はい、はい、なので、多分見てるよ、アフリカの人も見てるかもよ、実はいや、見てる可能性ありますよ、入ってこないだけで、うん、サイレントあの視聴者みたいな感じ、うん、見てるかもよ、よく分かんないけどね、サイレント視聴者の意味が、うん、はい、なので、じゃあやっていきましょうか、はい、はい、それでは、はい、キッチタイトルコールお願いします、はい、
アニ、あ、大平スタイルのアニメ研究所。オッケー。お前いつもタイトル忘れるわ。先週もね、そうだよ、ね、見させてもらったけど、ね、全然タイトル覚えない子なんですよ。すいません、はい、なのでーー、はい、まずはですね、この大平スタイルのアニメ研究所なんですけども、うん、まあ、こちらの方はですね、うん、僕らの地元でですよ、はい、僕ら地元浦添なんですけども、地元で、まあ、アニメに詳しい、うん、僕らが知ってるつてを、まあね、調べたら博士という人物が出てきたので、はい、その博士に、はい、まあ、アニメのことをそうです、ね、はい、紹介してもらって、はいはい、僕らもね、ちょっと僕らの、うん、僕らだったりリスナーの皆さんだったり、うん、はい、興味を持っていただいたら、ね、まあ、ぜひ、ね、見て感想などをいただけたらなと。でもためになるお話ですよ、博士のお話、はい、だというコーナーとなっておりますので、はい、コーナーですよ、はい、そして2017年そうですね、一発目ですね、はい、うん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。言うてないけど、リスナーの皆さんにもね、はい、ありがとうございます。もう明けまして、もうやっと出てきましたよ、博士。そうですね、長かったっすね。やっと開けたので正月、長いね。正月は何三昧だったんですか、博士は。何三昧いやいや、もう博士ですからね、アニメ三昧です。アニメ三昧ですか、やっぱ見ても研究してました。研究してたんじゃないですかね、博士。ちなみに、その正月休みの間にアニメ何本ぐらい見ました？あ、アニメは1本、うん、2本、まあ、3本ぐらい。お、3本。今日まででです。正月の3日に来た間じゃないです。今日までです。いやいや、でも3本ってすごいよね。3本すごいよ。3本すごいよ。それだけの時間をね、見つけて、うんうん、隙間時間を作って、はい、なんですよね。隙間時間、隙間時間、隙間時間って言うんですね。そう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 、うん、このちょっとした間の時間、うん、隙間スイッチ的なね、うん、今言おうとしたけどやめたんだけど。いや、言っても言う。素敵だと。あ、バンさんから、はい、博士明けましておめでとう言うてますけどもって来てますね。言うてますけどもこれキンチの口癖ですよ。バンさんが好きみたいですね。まあ、カフェオレケンさんからも、はい、博士引きこもりはほどほどにと。ほどほどに。あ、そうですね、あんまり体にも良くないですよね。分かっているんですね。はい、分かっています。ライアン・テイラーさんとアヤノさん、はい、博士こんばんは。あ、皆さんどうもありがとうございます。はい、中谷子さんも明けおめ、博士。ビビビの社会人さんがもついに博士が登場、こんばんはって来てますね。ありがたいですね、本当に。ありがとうございます。はい、それではじゃあもう早速いきましょうか、うん、2017年一発目、はい、一発目、はい、はい、それでは博士紹介していただけるアニメのタイトルをお願いいたします。はい、魔法少女マドカマギカでお願いします。いや、来ました、マドカマギカ。マドマギですね。言うなれば世間で言うマドマギってやつですね。世間ではマドマギと R 指定のやつですか。あ、だけど R 指定は入ってないけど、僕は R 指定12ぐらいは入れた方がいいと思ってます。はい、そうぐらいになってる。そんなお色気な感じなんですか。いやいやいや、お色気とか言ってる時点でお前クソだから。なんでよ。なんで、とりあえず、とりあえず、とりあえず聞いてみましょう。ちょっと最初のね、僕も色々見たことはないんですけど、絵はなんとなく見たことあります。まどかまぎかみたいな。あ、そうですね。もうおっしゃるだけど、まあ、おっしゃる通りかもしれないですよ。意外とそんなことやってない。やってるよ。やってるよ。俺横で若干今イラッとしてる。あ、グロスロー。いや、俺もまどかまぎかはやっぱ好きなんですよ。あ、そうなんだ。本当に、しかも最近あの全部見て、本当に劇場版まで見て、はい、なので、いい助手ができてる。もう、もうそうですね、今日は、はい、めっちゃ語り合うんじゃない。いや、博士なんで、僕今日は助手です。あ、助手？助手って呼んでください。あ、助手、なんか、はい、なんか、徐々に決めな僕出てきそうな。勝手にあだ名つけられたみたいな。お前、だから今、いらんこと言ったら、俺、スタンドでぶっ殺すから。お前、なんだね、助手っていうか、じゃあ、上と衆で助手って呼ぼうな、みたいな。無理やり徐々にくくりつけるみたいな。じゃあ、空城城太郎、じゃあ、助手と呼ぼうみたいな。なので、気をつけてください。助手発言には今日は僕はもう助手に徹しますので、はい、じゃあ、まあちょっとね、最初の、はい、最初といいますか、まあいろいろあらすじ的な、あ、そうですね、はい、ものがあれば、はい、ね、まあ今のじゃあ魔法少女マドカマギカっていう、まあこのタイトル、はい、で多分あのちょっとあのアニメ見ない人ってちょっと入りづらいと思うんですよ、まあ、自分的には、まあね、魔法少女っすからね。そう、魔法少女って、まあ、あれっすよね、みんなが多分連想するなれば、はい、あのプリキュアとか、ああそうですね、なんかセーラームーンとか、はい、的なね、うん、ところが入っちゃうんだよね。うん、待って待って、魔法少女沈黙きてるな。魔法少女、お前が来た時に喋る。ブーベそれは、あ、魔法少女マドカマギ、はい、まあまあタイトルからねちょっと入りにくいと、そうですね、部分もあるんですけれども、ちっちゃい子供が見るものなのかなっていうイメージは、まあまあまあ確かに、はい、そういうイメージ持たれると思うんですけど、さっきも言った通り、うん、まあ、自分としては、うん、まあ、あれは R 指定をちょっと
設けていただいた方が良かったんじゃないかなっていうような、ちょっとバトルロワイヤル内容に、あ、まあ、そういう要素とか、あとはちょっと心の闇とかちょっとダークな部分が、そうですね、だからちょっと名前タイトルからしたらちょっとポップなイメージありますけど、ちょっと中身はダークファンタジーな、そうですね、ダークファンタジー、もう間違いなく、そうそうそう、スタンド発動させていいですか、スタンド発動させていいの、今フリフリですか、違いますよね、じゃあアウターゾーンみたいな感じですかね、アフターゾーン、あの、あれもあれはなんかもうまんまさ、タイトルからね、なんかミザリーも全面的に打ち出して、まあちょっとそんなダークな感じですよみたいな出してるんですけど、うん、ちょっと違うんです、違うんだ、種類が違う、違うんです、違うんです、違う、うん、あ、聞こう、これは聞こう、そうですね、余計なこと言わないとこ、まあ、はい、マギか、マギかって言いますか、はい、女の子はマドカですね、あ、マドカ主人公は、はい、マギかは違うんですね、双子とかじゃないですか、マドカとマギカで、マドカマギカみたいな、あ、違う、ね、そういうわけではないです、そんなことない、はい、そういうわけではないです、マナカナ的な、はい、いやいや、もう黙ってもらっていいですか、じゃあもう、じゃあサクッと、じゃあサクッとストーリーいきましょうか、聞こう、聞こう、まあ、今、はい、まあまあ、セーラームーンだとかっていう話が出たんですけど、はい、基本的にはまあちょっと、まあ、悪いもの、悪とされる魔女っていう存在がいて、はい、この魔女が何かっていうと、はい、なんかこの、まあ、この地球上で起こる、うん、まあ、自然災害だとか、はい、なんか人がちょっと理由なしにちょっと自殺してしまうとか、はい、そういった理由がこの魔女が関係していることが、まあ、神隠しとかね、はい、そういうことがあるっていう、まあ、設定になっていて、世界では、うん、はい、でこの魔女の姿っていうのはやっぱり 人から見えないんですよ、あ、見えない、見えない、見えない存在で、現代みたいな感じなんですか、もう設定的な現代、まあ、普通の日常みたいな、魔法の国とかではなくて、そうそうそう、ではなくて、普通の現代で、もう魔法も何も別にみんなにもう知られてない、知識的にはもう本当に一般的な、まあ、はい、国の、その時点でちょっと、あ、イメージが違う、全然、うん、その中で、まあ、唯一その魔女の存在を知ってて見えるのがその魔法少女って言われている部類の人たち で、うん、でその魔女を倒すっていうのが、まあ、彼女たちの使命、もともとは普通の人間なんですか、まあ、もともとそうですね、人間、うん、もともと人間、うん、魔女を倒すって使命を与えられちゃう、そう、うん、へえ、じゃあ急な日常生活を過ごしてたのに、うん、急にお前はもう今日から魔女を倒せみたいな、まあ、だけどそれは強制的にじゃなくて、うん、この自分が受け入れて一応なるっていう、まあ、設定にはなってる、ていうか魔女が悪なんですね、魔女が悪、僕魔女が主人公だと思ってました、え、魔女、マドカちゃんが、マドカちゃんが、まあ、要は魔女が悪で魔法少女たちはそれに立ち向かう、魔法魔女を倒している、あはうん、だからまあそのセーラームーンとかみたいにこの正義のヒーローがまあ悪を倒すっていう意味ではまあ、うん、まあ、共通してる部分はあるかもしれない、まあ、まあ王道な感じがあるんですけど、悪がいて、うん、まあまあキイチがね今さっき言ったちょっとそのまあ魔法少女になるためにはみたいなところも、うん、あそうですね、結構、まあ、そこを言うと、うん、まあ、まあ主人公のその窓か、全然違うの、うん、がまあそのまあまあまあ平凡な中学生なんですけど、うん、へえ、あんなキャピキャピしてる感じなの、うん、まあなんですけど、まあまあある日、まあ、ちょっとした夢を見るんですよ、はい、まあ、この廃墟の中で怪物と戦ってるまあ少女がいて、まあ、それホムラって言うんですけど、ホムラちゃん、その中で、まあ、その白い犬みたいな生物に出会って、うん、まあ、自分と契約して魔法少女になってよっていう言われるっていう夢を見るんですけど、うん、まあ、その日、まあ、夢かぐらいで起きて学校に行ったら、まあ、転校生としてやってくるのはこのホムラ、そうそうそう、夢なんですよ、夢だったはずなのに、うんうん、でそのホムラからまあ忠告を受けるんですけど、まあ、これ以上の自分になろうとするなっていう、まあ、忠告を受けるんですよ、この窓か、これ以上私に関わるなみたいな感じですか、まあ、それはちょっとまあ謎、あ、後々見ていくと分かるんですけど、うん、でまあ、その日の放課後に、まあ、友達のさやかちゃんっていうのがいるんですけど、さやかちゃんとちょっと寄り道して、まあ、ちょっとまあ CD 聞いたりなんやかんやしてたら、はい、ちょっとまあ助けてっていう自分だけにしか聞こえない問いかけにあって、それを辿っていくと、はい、その夢で見たその、まあ、犬、はい、廃墟の中、廃墟ではないですけど、はい、まあ、その、まあ、ビル街のなんかなんですかね、はい、うん、中で犬もいたんですか、まあ、その犬キューベイって言うんですけど、キューベイ、キューベイに出会うんですけど、名前でこのキューベイが、まあ、このまあ何者なのかっていうのもこの話のストーリーを見て知ってほしいんですけど、はい、キューベイはその魔法少女になるための力を与えることができるんですよ、はあ、ホムラちゃんがではなくてキューベイが与えてくれるんですか、うんうん、でそのキューベイと出会うんですけど、うん、キューベイはそのホムラちゃんに殺されかけてるんですよ、
そうなんだ。ホムラちゃんはどちらと悪なんですね。それはまたストーリーを見てほしい、そこも、うん、聞きましょう、聞きましょう、博士に聞きましょう、うん、でまあ、はいはい、そこでまあ、キューベイと出会ったことによって、はい、その他の魔法少女として、はい、この活動してる、まあ、トモエマミっていうマミさんという方がいるんですけど、魔法少女、うん、この人はその魔女を倒して、まあ、みんなを救ってる、だけど孤独に戦ってるんですよ、彼女は。誰にも知られず。そうそう、で、うん、このダークな部分っていうのが、その悪を倒して終わりとかじゃなくて、はい、やっぱ彼女たちも命がけで戦っていて、まあ倒してますね。まあ、しかも思春期ですからね、はい、まあ、いろいろ感情、ミスチルだのジュリマルだの聞いてお家でキャピキャピしたいけど、うん、まあ魔女だって言って、まあ、戦いに行かないといけないんですよね。もう日々の戦い、うん、しかも命がけだからちょっと疲れてたりとかね、まあ、いろいろ、しかも一人で孤独で戦ってたら、そりゃ相当な、そうそう、相当ななんかいろいろプレッシャーだったり何だったりが、そうそう、その辺のなんか、はい、そのプレッシャー感じてちょっと追い詰められてしまうところとか、はい、そういうところは結構細かく描写が出ていて、その中でまあその魔女を倒していくんですけど、まあ、ある日を境にこのなんですかね、いろんなこの仲間と出会うんですけど、なんかこの共闘してこの悪を倒すとかじゃなくて、お互いに競い合って時には殺し合ったりするんですよ、この魔法少女たち。あれ、ちょっとバトルロワイヤル入ったそのせいか、あれ、そういうシーンも、一緒に仲間になって倒すではなくて、そういうシーンがちょっとしかないです、ライバルとしてお互いに。でまあ、自分の中で、まあ、はい、そういうのは嫌だって言って、はい、ちょっと正義観念を持っている子がいて、ちょっと孤独に戦ってちょっと行き過ぎてしまったりとか、はい、っていうことがいろいろいろんな感情が絡まって、まあ、ストーリーが展開していくっていうような、だから、まあ、もう言うなれば今までの、まあ、まあまあアニメだったら、はい、そういう魔法少女が出てきたらみんなでどんどんね力を合わせて大きな悪に向かって立ち向かおうみたいなのがあるんですけども、うん、そこがちょっと魔法少女の方はリアルで、あ、はいはいはい、なんかこうなんていうんですか、一人一人の個性がやっぱ、うん、強いし、うん、大事なところ大事にしている部分もあって、うん、やっぱいきなり、はい、仲間になりましょう、じゃあ一緒の魔法少女だから、はい、じゃあ友達になりました、じゃあ一緒に悪を倒そうぜみたいなノリにはならないんですよ、やっぱり基本的に性格もやっぱそれぞれ違うんで、うん、合う合わないだったり、この、うん、この子と合わないとかいろいろあって、うん、まあ、その部分も現代っぽいね、はい、もう、はい、現代っぽい、はい、合う合わないとか言ってくるんだ。だから私は一人で戦う、いや私は誰かと戦いたいとか、まあいろいろ仲間が欲しいとかだったり。てか根本的になぜ戦うのってところは解決されるんですか、はい、なんで戦わなきゃいけない。あ、それもちゃんと理由はあります。ただこの、まあ、魔女を倒すと、グリーフシードっていうこのまあ球体みたいなのが得られるんですけど、パンダスタンプみたいなやつですか。まあそう捉えていただければ、あとで得点がもらえますよ。なるほど。戦うとその魔力っていうか、まあちょっと落ちてしまって、この自分が持ってる何だっけこれ、汚れが溜まるやつ、汚れが溜まる、名前忘れたら、汚れが溜まるってのが分かんないの。この要は自分の、あの魔力のバロメーターみたいな卵があるんですよ。あ、はいはい、この、はい、あのヒットポイントみたいな感じですか。まあまあ、あの MP ですね、 MP マジックポイントみたいな、そう、マジックポイント、ゲーム風に言うと、そうそうそう、ゲーム風に言うとね、うん、それをなんか示す卵があるんですけど、うん、それがどんどんなんていうんですか、魔力、魔法を使うたんびに、うん、だん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 黒ずんでいくんですよ。あ、へ、でも魔女を倒したら、魔女が倒したその玉を、グリーフシード、グリーフシードを、うん、その玉に掲げると魔力が回復するんです、うん、なるほど。だからそれを、その対価を求めてお互いに競ってるっていうのも、うん、ああ、だから仲間倒しにはならないんですか、とか、はい、いうのもあったりとかね、とか、まあ、いろんな、そ、まあ、いろんなことが絡み合ってて、うん、その人間関係が、あ、ソウルジェムだ、あ、ソウルジェム、そう、ソウルジェム、ソウルジェム、カフェオルケンさんありがとうございます。なんとかジェムとかって言ってたからね。あ、ソウルジェムですね。はい、ペーターさん、パンタスタンプの方が分かんない。いや、そうね、ま、マジックポイントの話されたら確かに納得した。そうだね。カブルケンさん、キイチ、僕と契約して魔法おっさんになってよ、笑う。なりましょう。あ、まあ、キューベ言いそうですけどね。ジミーみたいな感じ。はい、まあまあ、そういったね、そうそう感じで、はい、まあ、物語が進んでいくんで、あとあと、うん、なんで魔女と戦ってるのっていうのもちゃんと理由があって、はい、あ、最初、これは今説明はできないんですか。そうです、まあ、それは見て知った方が絶対。なるほど。だからもう言うなればあれですよね、もう今から見る人が羨ましいですよね。そうですね。あ、そうなんだ、はい、
みっちゃおいやお前見ないだろお菓子とジュースを添えてみっちゃおっていうかその前でお前んちテレビないんや あるわアナログテレビが映らないアナログテレビがブラウン管の意味ないやん映らないテレビが DVD デッキもないんや DVD デッキはどうにかして紙で書いちゃダメだそれお前のただの紙芝居読み込まないいやでもぜひ本当に魔法少女マドカマギカ、はい、なんかちょっとまあ A とか見て入りにくい部分の人って大半いると思うんですよ、うんうん、もしかしたら6割7割はちょっと A 見て、うん、これみたいなぐらいになっちゃう人もいると思うんですけども、中身のストーリーは本当にそれ余裕で超えますから凌駕しますねもう全然中身のストーリー本当にストーリー重視でいったら、うんもうなんでこれにしたのぐらいのレベルになっちゃうぐらい、うん、もっともっとリアルなやつでもいいんじゃないの、まあ、だかっこいいだってもよかったんじゃないかで下手したら実写版いけるんじゃないかぐらいの実写版まあ難しいと思いますけどあれいけるかもしれない今の CG を駆使すればバンスさん、結構面白そうだ絶対見ます、うん、魔女の宅急便いや違うよおいキキおいキキ一発だこれ違うよいやでも俺からしたら魔女の宅急便も見てほしいけどねそうだねあれもね面白いもんね俺はジブリの中で一番魔女の宅急便が好きだメガネ嘘、ね、いや絶対魔女の宅急便でしょメガネ調子こきすぎだろ魔女の宅急便かいやメガネトンボバカにすんなよトンボかメガネよマジでいやいや魔女の宅急便はいいよ俺小説も全部読んでるんだよおー、はい、素晴らしい活字まで素晴らしいですよトトロが面白いよいやいやお前メイちゃんお前いなくならしてやろうかペーターさん使い込むと黒ずんでいくおじさんが磨いてあげるハートすごいね磨いてあげるペーターさんいろいろなところに変換していく、ね、いいっすね、はい、ガンガン攻め込みますね、でも本当にマドカマギカぜひ、はい、俺も見てほしい一つとなってます作品的には本当にそうですねまあ多分アニメファンとソロタファンぐらいしかちょっと分からないまあまあもしかしたら分からないですけど分からないでもみんなじゃあこれを機にぜひマドカマギカを検索してもらって、うん、はい、あ、ぜひぜひ、はい、そうですね、はいはい、なんかもしかしたらねまあまあ本当にソロトとかでも出てるんですけどあれもしかしたらちょっとねスロットやっててちょっとしか内容分からんっていう方もいるとは思うんですけどでも全然それでもなんかやっぱストーリー全部見ると量がしますんで、うん、超えますんでぜひ見てほしい、もう今はテレビではやってないんですかね遠感の言葉言ってますけどねバンサー、ね、なんでこれそれがなんか新劇場版が始まるとかあだったかななんか窓かまぎか映画がやるってことなんですか今なんか、うん、なんか YouTube とかでちょっと予告編が出てるんですあそうなの、はい、なんか新しくまた内容とかもしかしたら一新してるかもしれないですし、うん、ちょっと情報的にはちょっとわからないんですけども、うん、なんか出るみたいな、うん、はい、感じでなんか劇場版これはあれですよねアニメなんで第1話から12話まで12話ぐらいまであって、うん、そう短いんですよしかも12話ですよへそんなんで終わっちゃう12話なんですけど、うん、中身めちゃくちゃ濃いですから濃い、はい、でもう一つ言うと、はい、3話まで我慢してみてほしい3話までどういうことだ、なんだ、はい、3話になったら3話から急にあの話の展開がガラッて変わるからあなるほど3話まではほのぼのとしてるんですかほのぼのというかちょっと前振りが長いかな前振りの3話と思ってください前振りの3話前振りの3話、うんまあ、そうだね魔法少女とはみたいなところから始まるから、うんうん、そうでもカフェラケンさんラピュタじゃないか、はい、1話30分くらいですかって来てます30分くらいか30分くらいテレビアニメなんでそれで12巻、はい、12話しかないですから1日で見ようと、ね、いやもう全然見れます、うん、1日で余裕で見れます、はい、なのでぜひ見てくださいちょっとエロとかはないんですかあもう本当にスタンドを使いましょうかシャワーシーンとかないマギカの窓からのシャワーシーン分かるよ分かるよお前が求めてるのはそこにだってやっぱアニメファンは気持ち分かるよ俺もちょっとマミさんを変な目で見てる見てるやし正直に言うあマミさんってあのお姉さんのことかな、うん、あキイチをマミロを笑ってそうですカワルケンさんから来てます、はい、あカワルケンさんじゃ分かるのかな、はい、なんだか分かるかもしれないですねじゃあ一回 CM 行きましょうかあ行きましょう行きましょうあ、はい、曲行きましょう曲行きましょう曲ではその、博士のリクエストをいただきました、はい、このマドカマギカの曲ですかねあそうですはい、はいはいカラフィナで マギアですどうぞはい流れてますよトヨタスイカスタイムですね、はい
有田さん、耳を澄ませばがいいですよってジブリ話。ああ、ジブリ話ですね。耳を澄ませばは、あの、マサガキだからね。いや、耳を澄ませばもう俺いい。なんだよ、バイオリン、バイオリン。ちょっとね、違う違う、お前もうバイオリンとか言ってる時点でダメだわ。いや、てかもう今カントリーロードだろ、お前カントリーロードだろ。バイオリンの話じゃなかったっけ。カントリーロードだろじゃん、もう、ね、曲はいいよ、カントリーロード。違うよ、お前、まず耳を澄ませばをバイオリンの話って言ってる時点でお前もう一回見直してバイオリンの話だろ。違うよ、やあれは思春期の女の子の、うん、要はもうなんていうんですか、自分のこの先のことを考えたりとか、うんうん、その時に出会った、うん、まあ、バイオリンの少年がいて、うん、それとの純愛でもあれば、バイオリンスってなの、バイオリンだよ。そのイメージしかないな。あ、空飛ぶよね、帰り道。空飛ばなかったっけ、帰り道。階段登っていくかのように空飛んでいく。そんな魔法な感じはないです。あ、なかった、ないです。あれなかったっけ、そんなシーン。まあ、バロンみたいなの出てきますけどね。マロン、クリ、いや、バロン。あ、耳を澄ませば、あの猫のやつ、猫のやつです。あれ、カントリーロード、カントリーロードがあるやつが耳を澄ませばで、うん、その続きじゃなかったっけ、バロンが具現化して作るやつ、ドラえもんみたいな感じで隣に寄り添って、それ猫の恩返し、猫の恩返し、一瞬それと思ってしまった。あれが耳を澄ませばだったっけ。なんだろう、あのキャラクターみたいな。どうも、じゃあ持ち込むって隣に行って。え、何本、何本、お前。あ、俺、あ、ジブリ、トトロ。いいわ、ホタルだよ、やっぱり。あの、じゃあ博士は、あの、ホタルの何だっけ、ホタルの赤。うわー、もう、それちょっと、ちょっとブルーになる。博士、やってる。新年、新年、見玉超えちゃいます。いやいや、わかるよ。まあ、でも大事な作品ではありますよ、確かに。まあ、俺は本当にもう、魔女タクが1で、うん、ああ、魔女タクが、はあ、で、耳を澄ませば、魔物のけから。あー、もののけ、うん、あー、もののけか、獅子神様的なね、うん、敵な、敵だったかな、その危機のその後って聞いたことある。あー、わかります、だから小説ではその、うん、マギカにやられるんですよね、マドカにやられちゃうんですよ。まあ、ほんとスタンドだから、この危機面で撃ち殺しやるって、魔女と魔法少女じゃない、魔女と魔法少女出ないよね、対決しないんですか。いや、この歌いいわ。いい歌、いい歌ですわ。そうそう、あのこの歌しびれますよね、あのワルプルの時の、ワルプルの時のベータさん、ワルプルの時の、ね、記憶を磨き直さなきゃ。本当ですね、混ざりすぎてますからね。混ざりすぎてますよ。幼女戦記ですかね、これ、はい、幼女戦記、面白いよ、博士知ってるかなって。あー、ちょっと見てないですね。まだ見てないみたいですね。結構面白いです。あ、結構面白いですか。あ、ヤマピーさんは見てない、ヤマピーさん食いついてますね。さすがです。さすが。ユーミさん、お邪魔女ドレミだったら好きだったって。ああ、懐かしいな。懐かしいですね。あの、掃除機で飛んでいくやつでしたっけ、違う、掃除機。お邪魔女ドレミってどうなんですか。いや、ちょっと僕は分からないんですけど、あれ、あれ、うん、ニコニコプンと勘違いしてるのニコニコプン。お前もう、ニコニコ君もそんな感じでやってる。あ、魔法陣ぐるぐる面白いですよ。面白いね。これなんか実写化かなんか、最近アニメやるとか、実写化だった。そうなの、実写化、実写化か、アニメかなんかやるか、アニメが再放送するかなんかじゃなかったでしょ。ピーヘラおじさん実写でしたっけ。はい、多分実写ですよ、実写やるピーヘラおじさんみたいな、いるよね、踊るやつ。ピーヘラおじさん、とりあえずおじさんなんだよ。ふんじゃない、あいつ受けたけどね。あ、また今度アニメ化もするよって、アニメ化する、ね、エヴァの方が書くのかな、魔法陣ぐるぐるね。ぐるぐるね、はい、ぐるぐる。じゃあこの後は博士、あの、はい、どっちの討論しようがありますので、ぜひぜひ入っていただけたらなと思います。入りましょう。はい、いや、いいわ、マドカマギカ本当に見てほしいわ、みんなに。でも話聞いたら面白そうだね。ぜひ見てほしい。でも博士はあえてストーリーそこまで厳密には言わなかったっすね。いや、もうだから言ったら博士はまあ本当に言うなれば今1話から3話までしか話してない。あ、まだこの触りの部分なんだ。まあ触りで、本当に。もうヤマピーも見られました。ちょ、見てないですよ。幼女選挙は知ってるの。知ってるの。幼女選挙は知ってる。誰しか聞いたわけなかった。いや、もうぜひ見てほしいですよ。ゲロ選挙みたいな。ゲロ面白い。ゲロ面白い。12話ってかなり少ないですよ。いや、もう本当に少ないですよ。だから自分も見たときに、12話しかないのと思ったんですけど。大体24じゃないですか。ああ、まあそうですね。でも12話でも24話分の価値ある。あ、そうですか。本当にあります。それって、受験を控えてる人とか見てもいいの。うっせ。なんか将来のこと考えて、なんか急に方向転換とかしない。いいと思うよ、いいと思うよ。
いろんな意味でなんかこう前を見つめ直す。うるせえじゃねえよお前。前を見つめ直す。バンさん12話しかないのにスロット台になってるってすごいな。そのぐらいね。そこが感心するところなんですね。バンさん。そこかい。そこなんかい。バンスのバンスのあの脳みその中はあの右脳がなんか鎮勇気で、左脳がスロットだ。そうなの。すげえな。それの 3% しか使ってない。脳の 3% 使ってるのは 3% 100% 使ってるわけじゃないですね。あ、カウルケンさんから博士の説明は主にあらすじだよね。いやいや、もうでもこれは本当に、ま、ほとんど前振りみたいなところなんで、導いてやっぱその核となる部分は見て感じてほしい。ネタバレってちょっとね、あれがまたガラッて変わるっていうのがまだミソなのかもしれないですね。ジングルいきます。はい。なかったね。大平スタイルのチューズデイスタイル。はい、では始まりました。もう後半戦というかほぼほぼ終わりかけいや狙ってるんですけど、今日メッセージが来てたんですよね。じゃあ読ませていただきましょう。はい、メッセージが来てるということで、はい、はい、ありがとうございます。お笑い大好き高校生さんから、ありがとうございます。はい、新年2発目の2発目、はい、うん、大平スタイルのお二人こんばんは。こんばんは。こんばんは。駅伝の練習が始まって時々首が痛いです。首が、うん、首が痛むんだ。今日1本目で3周走り終わった後少し首が痛かったです、うん、他の人は2本目走ってたけど私は走りませんでした、うん、先生に休んでいいよみたいなことを言われたからです、うん、今日の駅伝の練習きつかったです。まあ無理はしないよね。まあ無理はしない方がいいですよね、うんうん、で話変えますが、キーチさん土曜日お笑い劇場でやったピンネタ面白かったですよ。おお、面白かったで、ありがとうございます、終わった後私に気づいてくれるか不安でしたよって。気づいてくれたのでよかったです、ね、うん、あ、見に来てくれたんですね。ありがとうございます。あの有名な五役栄翔先生と写真を撮るとき怖いなと思ってました。私五役先生のことあんまり知らないんですまあ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 あのね、O1 グランプリと言いまして、ね、はい、まあ沖縄のお笑いの大会ですよ、はい、沖縄一応面白い、はいはい、芸人を決めようという大会で、はい、まあ、その時に僕ら FEC に所属するハンサムさん、ハンサムさん、はい、その時にあの五役栄翔先生というキャラが生まれまして、まあ、今、はい、沖縄ですごいブレイクしてますよ、はい、もう毎日なんかすいろんなところにいますよ。あ、ね、あ、ラジオとかでも、はい、テレビでも引っ張りだこです、引っ張りだこですよ、はい、超売れっ子だいぶ濃ゆいキャラの、そうなちょめー面白いっすよね。俺を知らんのかあ、博士も博士も分かるんですね。いやもうそんぐらいっすよ。引きこもってた博士も知らん。でも耳にも届くぐらい。そうそうそう、分かるよね面白いっすよ。あ、じゃあ博士窓かまぎか見ながらちょめー言うてた。興奮しちゃった。ちょめーちょめーまぎかちょめー窓かちょめー。今バカにした。え、バカにした窓かまぎか。うんうん、うん、じゃあスタートだ。ダメダメダメ、バカにしてない、バカにしてない。いやでもリスペクトですよ。いやでもね、あの駅伝の練習本当にあのきついと思うし、しかも今寒いんですよ、ね、寒いな、うん、寒いので、まあまあ、寒波結構来てるのでね、寒波して、はい、なのでぜひとも体調には気をつけてね、はい、でも本番でも頑張れるように練習は嘘をつかないので、あ、はい、こういうこと言うね、はい、練習が一番嫌いだ僕一番嫌いなんですけどね、はい、でもぜひ頑張って、はい、頑張った分だけ絶対本番で活かせると思いますので、はい、かっこいいな、ぜひ頑張ってください。もう本当に応援してます。はい、はい、頑張ってください。また結果などもあ、そうですね、はい、メッセージいただけたらなと思いますので、お待ちしております。はい、ありがとうございました。はい、じゃあメッセージは以上ですね、はい、ああ、つってね、ワッペンジゴーヤーさん、はい、あ、にゃんちゅだわらと来てますね。ほう、うん、にゃんちゅだにゃん。あ、もういいですか。フリだったんじゃない、うん、もういいですか。あの行きたいんですよ、企画に行きましょう、ね、行くよ、ね、行っていいですか。じゃあタイトルお願いします。タイトル、はい、企画行きましょう、行きましょう、勝手に討論しよう。よいしょ、覚えてました、今回ね、覚えてます、スムーズに言えたね。まあまあまあ、これはですね、あのなんか噂によると、あの水曜日担当してたゴールドリードがやってたという。違うよ、たまたまパクリ企画なんですか、パクリ企画ですね。まあキイチが持ってくるの大概パクリですから、パクリっていう企画をね、まあまあこの討論しよう、どっちの討論しようっていうのはですね、はい、まあお題を出しまして、はい、まあどっちがいいかっていうのが多分分かれるんじゃないかと、うん、意見がね、はい、でそしたら分かれた同士でちょっと僕が必ず論破します、はい、
まあ、ケイチさんが論破できる自信があるまあまあ前回勝ったの僕なんですけど、はい、そうだったな、最後聞いたもん、はい、まあまあまあ今日はね博士もいるので、はい、博士も、ま、混じってもらって第三者委員会で混じってもらって、ええ、でまあまあどっちにつくのは全然博士の そうなんですか、自由なのでちょっと緊張してきたんですけど、はい、勝敗は今日もジャッジヤマピーに、あ、ジャッジヤマピー、ジャッジメントヤマピーに、いやー、はい、ジャッジドレッドかヤマピーかっていう、ジャッジドレッドとかヤマピー、みんなポカーンってなったね、知らない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 、ジャッジドレッド、なんそれあのジャッキーチェーンのレッドブロンクスと日本戦でやってたんだよ、大平しか知らんわ、大平スタイルしか知らない、あれおかしいな全国共通だと思ってたわ、全国共通だけど一応は、一応は共通だけど、一応部類としてはシルベスタスターローンの知らない、知らない、あのヒーローです、知識不足でジャッジしちゃうよ、まあまあまあ、まあ、ジャッジしてくれるのはヤマピーが今日もジャッジをしていただけるので、はい、ジャッジとヤマピーでお願いしますよ、はい、お願いします、じゃあまずはテーマ、はい、いきましょうか、討論するテーマですね、はい、もうちょっと時間もないのでサクサクいきましょう、じゃあテーマお願いします、自分の子供の名前に自分の漢字を一時つけてあげるか、あげないか、よくあるじゃないですかね。代々続いてる家系とかもあると思いますけど、ありますね。中には。まあ、僕から、はい、僕からいきましょうかね。僕はもうつける派ですね。はい、まあ、むしろ息子に、僕一人息子いるんですけど、息子につけてますからね。ああ、そっか。つけてますね。はい、つけてますね。はい。めぐみっていう字です、ね。そうですね。めぐみって感じ。ケイなんですけど、はい。大丈夫、まあ、アフリカの人も聞いてるけどいい？いやいや、まあまあ、まあ、全然。アフリカの人になんかもしかしたらね、なんか入門するかもしれない。何を習うわ。僕はじゃあ、はい、つけない方がいいと思う派ですね。ああ、そうなんだ。あ、ちょ、僕んちも代々ついてたんですよ。うん、僕と。ついてるんですか？ついてた。あ、永遠の A ってあるじゃないですか、はあ、永遠の A、はいはい、あの水っていう漢字に似てるやつ、はあ、永遠の A っていう字が水に似てるでしょ、はあ、漢字であの A って書く、はあ、永遠の A ね、うん、でおじいちゃん、うん、おじいちゃん A 三郎、うん、おじさん長男、うん、A 期、永遠に喜ぶと書いて A 期、うん、で、A 以上とかいろいろいるんだけど、うん、でも全部 A っていう字がついてたわけさ、うん、だけどなんかしらけど俺のおとんは五男なんだけど、うん、甲春って名前でつけてもらってたからからもうポンってなった離脱したね、漢字の漢字のなんか G の一族みたいな、うん、あれから離脱して D の一族みたいな感じ離脱して甲春、好きっていう字と、うん、俊敏の春って書いて甲春って言って、で僕子供が僕、うん、キイチですよ、喜ぶ一と書いて、うん、木が一本で木が一本、いや木が一本じゃないよ、キイじゃないから喜ぶだから、うん、庭に木が一本生えてたらキイチにしようって、まあまあまあ繋いではいないってことですよね、繋がってはいない、うん、でだからでも自分の代から喜ぶっていう字を子供につけて、うん、あやるのもいいかなって、喜ぶっていう字結構気に入ってるから、自分の漢字でついてる、うん、喜ぶっていう、でもつけない派でしょ、つけない派、なんでかって言ったら、うん、なんか子供に自分の漢字をつけたら、うん、その子供が親を超えないって言うさね、なんか、あ、まあまあまあ聞いたこともある、聞いたことあるでしょ、うん、だから代々続くと、まあ、家康、うん、家なんか、まあまあ子供も迷惑ですしね、キイチって、まあ勝手になんかそのいや、キイチの喜ぶ、喜ぶって言うんだ、迷惑だしね、まあ、さらって言ったね、いいだ、子供も嫌だろうしね、いや個人的には喜ぶっていう字気に入ってはいるんですけど、うん、まあ押し付けるのもあれかなって、うん、その子供の自由もあるじゃないですか、例えばじゃあ自分の子供を、うん、マニーとかでかっこよく名前つけてもいいんじゃない、なんか喜ぶ時に、マニーです、マニー、マニー、アルニア、マニーマニーなんかいやらしい匂いしてしてこないんだけどマニーやし、喜ぶでしょ、うん、なんか金玉でいいじゃん金玉の運は武士のブーだろ武士のブーって書いて、たまって書いて3文字やし、ちょっと喜ぶにね、金玉ってなんかだいぶ武士、武士で、ね、それでハッピーネームハッピーネームじゃなくてラッキーネームでしたっけ、なんかキラキラネーム、キラキラネーム、ハッピーネームって、ハッピーかよ、幸せだなお前が、いや、あのだからね、金、うん、ね、ゴールデンボールとかね、うん、ドラゴンボールっていう名前にしてもいいかもしれない、うん、金の玉と書いてドラゴンボール、いやアダニア金玉でいいじゃん、ダメだよ、まんま直だろうよ、もう速攻投稿拒否するわ、小一ながら、あ、学校行くぞ金玉、つまらない、俺絶対行かない、すぐ引っ込もるわ、絶対に。じゃあ博士はどっちですか、一応自分の名前は、ね、一応まあ自分もまあキイチの環境と似てて、はい、親父までは、はい、あのミノル、はい、あウカムリのミノルがついてるんですよ、はい、あのまあ
じいちゃんが実行その実に光、はい、で親父は実に小学院の小で実直っていうん で、うん、で親父がそれを嫌って自分から名前変えてるんですよ。ああそうなんだ。まあ博士はねちょっと名前明かしてないんですけどね。はい、はい、まあ博士はまた全然違う。そうですね、名前になってるということで。あでもあのまあカズまでは言ってるやん言ってるやん今ちょっと隠しながら言ったの言ってなかったっけ先週えそこまではもろに言うたやんまあまあまあ、うん、まあ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 、まあ、でもまあまあ博士はつけない派じゃん。そうですねちょっと親父の息子に自分の名前の一文字は取らないと。多分取らないと思います。気に入ってはいますか、はい、自分の、あ、まあ、あの名前が嫌いとかそういうのは全くないですけど、うん、まあ、ありがたいお名前をね、うん、つけていただいて。いや僕はだから本当はちょっと似てはいるんですよ、はい、自分もあの経緯が恵みっていう字が、うん、あの代々受け継がれてるん で、 で、うん、で僕もついてるん で、うんうん、で息子も一応つけはしたんですけど、うん、でも僕はそこにまで気にしてなかったんですよ、うん、あこだわってなかった。こだわっていなかったんですよ、うん、ただもう本当になんかなんていうんですかね、うん、自覚とかまあいろいろあるんですけども、あ隠すね、はい、意味を込めたかったんです。やっぱ名前に、はいはいはい、名前に意味を込めたかったので、まあまあちょっと、うん、言えませんけど名前は、うん、言わないで。でもバッてトニーだったっけ。違う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 すごいだろお前。モーガンだったっけ。モーガン濃ゆいななんか濃ゆいモーガンでしょ。モーガン醤油取ってみたいな。はい。でもまあ分かるところは分かる、はい、なんか親のエゴだなみたいなところはあると思う。でも結局まあそ押し付けになるかもしれない、うん、でもだよ。でも結局その自分の親、はい、自分の字から一字取らなくて別の名前つけたとしてもまあどっちみち親のエゴじゃん。まあまあどっちみちもそうなんですけどね。そうなんだけどね。ピカチュウって名前の人もいるかもしれないよ世の中には。まあまあまあ、まあ、電気の獣とかでピカチュウとか、うん、いるかも、ね、電気の獣電気の獣って書いてピカチュウって呼ぶ子もいるかもよ。いるかもしれないすごい当て字だね。ピカチュウ、いやもうはキラキラネームですから、ね、何でもありですよ。いやでも子供の名前はね、やっぱなんかこう、なんだろうな、やっぱ迷うと思う。迷うよね。うん、迷うまだちょっとね、自分たち経験してないんで、ね。いやあれかな、この討論は、今日の討論は、はい、あの結婚してる人としてない。ああ、やっぱ分かれるのかな。仕切った後の人だしね、あなた。そうだね。してないんですかね、うん、博士と僕は。そうそう、まだこう、なかなか実感が湧いてないってことね。でもあの僕は和を喜ぶと書いてカズキっていう名前もいいのかななんて思って。金玉にしねえ。金玉じゃないわお前。金玉でつけた瞬間電気の獣で呪われるわ。でも3歳にして包丁持ち出して。俺 CM 行きましょう。CM 行きましょう。刺しに来るぞ。 CM 行きましょう。討論はもうちょっと続きますので、はい、CM 一回 CM 行きましょう。それではいた CM です。どうぞ。というわけでツイキャスのコーナー、はい、いっぱいなんか来てますね。来てますね。カナルケンさん、ケイちゃんの恵みなら僕の名前にも入ってるぜって、はい、えああ、そうなんすね。そうなんすか。バラしましょうよ。バラしましょうよ。バラしましょうよ。バンさん、息子にケイで娘ですもんね。いや、違うよ。違うよ。娘だけだった、うん、息を恵むみたいな感じね。ワッペンさん、質問、なぜ子供に自分の文字をつけるんですか。まあ、代々とか家系がいろいろあると思いますが、うんうん、逆に家系以外の理由で自分の文字をつけたい意味や由来を聞きたい。あ、真面目に聞いたらダメだったかな、わら。あ、いやいや、全然いいんですよ。はい。いや、でも家系が多いっすよね。だからどこの人たちだみたいな感じで。まあまあまあ、家系がね、大体占めるとは思うんですけど、自分は、まあ、正直本当に、まあ、キッチと理由はちょっと近いんですけど、うん、はあ、経緯だけは気に入ってたんですよ。ああ。めぐみとは、はい、父へ負けまーす。あ、言いますね。ユミさんがね、一種の野望的なものかなって多分そういうことですよね。あ、名字は一緒だけど、名前の部分で始まるよ。どこの大平スタイルの中世タイム。さあ、はいはい、まさかのもう終わる1分前から CM に行くというね。すごいね。はい、やっぱもう、ね、それで CM のあのぶっ込み感がすごかった。まあもう、じゃあここでね、はい、ここでもパシッと、ちょっと、あ、決めてもらう。あまり話せなかったんですけど、ヤマピーに判定してもらいましょう。あ、はい。はい。じゃあヤマピー、すいません、今日の、この、自分の子供の名前に自分の漢字を1文字つけてあげる、あげないの勝者はどちらになりますか。これはですね、ちょっと難しかったんですけども、はい。はい、
つけないが多かったかなと、はい、ああつけないが民主主義が勝ちましたアメリカンファーストトランプだトランプが出てきたツイキャスではツイキャスでは、うん、その、はい自分の旦那とか、うん、その自分についてるっていう方多かったんですけども子供につけるかっていう話になるとつけないって言った方が多かったかなって、ね、まあ一応山ピーさんも独身ですかはいあ独身だからどっちかどっちか畜生買収し忘れたわそれはそれで30秒切りましたはいそれではですねもう今日もバタバタしてきたんですけども大平スタイルの中前スタイルまた来週も行いますので、はい、ぜひぜひ皆さん聞いてくださいはい、この後ツイキャスコーナーはちょっとやりますのでぜひお付き合いください、はい、それではお送りしましたのは、はい、博士とケイとキイチで大平スタイルでしたありがとうございましたはいはいはいというわけでツイキャスタイム行ってますよはいちょっとすごい、ね、行きましょうかまたまたしてましたいやまたまたしてました最後もヤマピーさんもね独身ということでちょっとねこの今からツイキャスコーナーなんですけども、はい、ツイキャスの方がですねあのいつちょっと終了するか僕らにも分からないのでのでもコインを今日結構たくさんもらったからね最初にいただいたのでまあ多少できるかなっていうところあるんですけどもまあ続く限りはちょっとやっていきたいと思いますので、はい、でもしも途中で切れてしまいましたら申し訳ないんですけどもねはいちょっと終了とさせていただきますはい、はい、ありがとうございますあ延長コイン満タンにはなってるみたいなありがとうございますありがとうございます皆さん本当にありがとうございますありがとうございますバンさんが雪なんて送ってきてますけど何を意図してお茶送ってきたバンさんいやヤマピーはどこかというかもともとヤマピーめっちゃ若いですもんねはい、まだ22になってます22ですよ22ですよ人回り違う俺らと人回り違う人回り違うもうここ30代のおっさんっすからさ本当にどうも、カレー臭ですよよろしくお願いします自由な知らない有田さん、うちの旦那の名前も一文字入ってますよって受け継がれてますねやっぱ結婚してる人だったら違いますね結婚したら変わるのかな有田さん、俺の名前いや、お前の名前じゃない。お前、君の名前だろ。いや、あの名前よ。ヤマピー年下だと。ヤマピー年下なんすよ。ヤマピーはもう今ね、あれ、有料株物件ですわ。有料株ですね。若いしね。沖縄におりますよ。今からですし。幼女戦記大好きですよ。違うところあっちゃったね。今ちょっとなんかマニアック系統いっちゃったよ。そうかな。いや、そこだけ抜粋すると。有料だと思う。ワッペンさん、つってねワッペンさんから、大平さんの番組好きっす。ありがとうございます。なんでこんな面白いのにゴールデンタイムでやらないのか不思議。そうですね。ありがとうございます。大平さん頑張ってね。とても応援してますよって。PM ス PM ス PP。お前 PM だよお前。PM だよお前。2.5だ。PS ライブとかしてますかって遊びに行きたいっすって。にゃんちゅう最高。ありがとうございます。ありがとうございます。ここあとばかりだ。好きだなライブやってますよねライブやってますはい月に1回、毎週第3土曜日に、はいはい、やってますのでお笑い劇場といって僕ら所属が FEC という演芸集団、はい、FEC というフリーエンジョイカンパニーというところに所属してまして、はいまあ、そちらの方でホームページ見たらね、ライブ情報とかはありますのでね、はい。ちょっと僕らね、告知系が全然できないんですよ。できないんでね。できないって分かるんですよ。イベントとかあるんですけど、僕らが全くやらないっていう、言った方が楽しいのかな。なので、まあ、最近からちょっと今日、ツイキャス、ツイッターだったりで、告知はさせていただいてるんですけど、なるべくね、このラジオ内でも、ちょっと放送、告知したいんですけど、まあまあ、時間ない。時間ない。一応でも、二人とも、ツイッターとかフェイスブックやってますので、はい、そこをフォローとか友達申請してもらえれば、はい、一応ちょこちょこライブ情報とか載っけますので、はい、その際に見ていただけたらなと思います。お願いします。そしてまあ今のところはちょっと2月いっぱいまではちょっと大平スタイル僕ら2人での2人での活動はちょっとと休止してるんですよ。はい、僕はちょっと持病がね。ないなんもない。なんもない。頭の中の消しゴムがみたいな。すごい乱射してる。お前の記憶は消したいけど。ああ。頭の中。2月まではちょっと活動を休止してまして、2人でのですけれども、まあキイチは大平スタイルキイチはピンで活動して劇場とかもね、ちょっと出れる予選会などには出ますので、はい、ぜひそちらの方も告知しますので、
まあ一応、はい、FEC のライブ面白いので、まあ、僕らに限らず、はい、この、FEC チューンドの時間帯のメンバー、はい、みんな出ますから、はい、まあ劇場見に来てもいいんじゃないですか。そうですね、はい、まあまあまあ本当に、はい、でもぜひお時間があって見に来ていただけたらなと思います、うん、まあ、僕らがゴールデン行くことはないでしょうね。いやー、何かあるかも。いやいや、お前が言ったら絶対ないわ。いやお前だって全部社長のせいにするやん。いやもう全部人のせいにする。いや全然自分の非を認めないで。攻めろって言ってたから攻めろ。鋭角的に行け。だってお前的にゴールデンでもうなんつうんですか、パーティー着いた瞬間もう下ネタ連発だからダメさあれでしょ、お前息子の名前金玉でしょ。違うわお前、つけてないし、いないしつけんわ、お前がかってるけど金玉ってゴールデンいけるわけで息子の名前金玉しかもあの時間配分全然できてないし配分できてない、はい、まあまあでももう本当に FM 銀座の方で聞いていただけたらなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。いやもういっぱい本当にコメントが来てたね、ペーターさん、ゆっくりスタイルでゆっくりスタイルさんなんかもう大平入れろよ、せめて大平入れろよ。スタイル伐採しちゃった。スタイル伐採したら誰でもいいやん。博士、ツイッターまだと。カウルマンさんから。ツイッター、そうですね。やってますよ、まだ。あ、まだやってないんですよ。あれまだやってないです。あれそうなんですか。やってないですよ。そうですね。あれでもなんか、ツイキャスで博士らしき人からコメントがあったような。あ、ツイキャス、あ、これは登録してるよ。ツイキャスはまた別です。ツイッターと連動、ツイッターで作ればいいし、アカウント。あ、ツイキャスのアカウントは持ってる。あ、てっきりツイッターありきのツイキャス。いやいや、もう博士はいろんなところでツイキャス荒らしてるから。あ、なるほど。荒らさですね。荒らさですか。ツイキャス荒らさ。荒らさですか。年齢は。さすが戦闘民族は違うな。出ちゃうか。ああ、アニメ研究してる引きこもりかと思いきや、戦闘民族。裏の顔は。裏の顔は。炎上マニアです。炎上マニア。炎上マニア。炎上受け負い人です。炎上交際。やめろよ。やめろお前。お前、炎上の上での交際。お前、社長はそこまで行ってないぞ、きっと。攻めろって。むしろ、この窓の向こうから食い。あごで刺してた。いないから。行け。今日ギャラリー誰もいないから。ガラーン。ガラーン。ガラーンとしてますわ。いや、もう。まあまあ、博士もね、面白かった。ツイッター。ああ、そうだ。はい、やった。はい。いや、中田猫さん、アニメをつぶやくかもしれないからね。つぶやくこと。まあ、ツイッターで今日のアニメとかつぶやいたらいいじゃないですか。今日のワイプみたいな。やらないから。やらない。やらないから。なんかちょっと攻めてみたよ。ダンバイン見てます。あ、中田猫さんね、ギャラリー行きたいなって。あ、ぜひ来てくださいよ。差し入れも。ギャラリー無人なんすわ。もうケーキ持ってきてくださいよ。シュークリームでもいいよ。対策するな、差し入れを。ええじゃないよ。甘いもん大事だろ。やめろ。嘘ですよ、中田猫さん。はい。ええ、もう見に来ていただき。いただけたら本当にありがたいので、ぜひお時間あったらね、お時間あったりなんかもういろいろ本当に暇だなって時でいいので、甘いものはてなってきてますけど、グラタンとかでもいいですよ。全部差し入れ催促してるからやめるよ。女子系ね、いいでしょ、見に来てくれるだけでありがたいでしょ。あ、確かに確かに、ありがたいっすわ。ペンターさん、エンジョイコメント笑ってる。はい、そうっすね。エンジョイコース。あ、アリサさん帰ったらギャラリー行きますって来てます。え、本当ですか。はい、帰ったらって、もう、あ、そっかそっか、はい、沖縄にじゃもう沖縄に帰ってきたら気をってことかな。あ、いやいや、帰ってきた時じゃないですか、たまたま。まあ、あ、まあまあ、ちょっと帰ってきたりとかなるほどなるほどした時にってことじゃないですか。はい、楽しい。カウエルケンさんも何年も持ってくるから飛行機のチケットくれって来てますよ。飛行機のチケット。あー、いやでもギャ持ってきてもらえるのは嬉しいけど、マニーが発生するとね。本当に嫌な顔したり。キーちゃんも子供にマニーでつけるぐらい自然なんで、僕は。ワペイさんから、すげえこんな時間までギャラリー見学対応してるんですか、はい、FM ギノワンさんって、そば屋の上ですよねって来てますね。そば屋、そうです、はい、もう全然ガンガンやってますよ。もしかしたら今日から、今から朝までやるかもしれませんしね。もしかして、ワッペンさんはギノワンの方なんですかね、ゴーヤーってつけてるぐらいとか。ああ多分宜野湾市出身の議員さんで、ゴヤヒロシさんって言いましたもんね。それは、あれ関係ないでしょ。いや、全然関係ないでしょ。絶対そうでしょ。ヒロシのってないやん。ゴヤヒロシさんの選挙事務所の関係者かもしれない。そんなことないでしょ。違う。ゴヤっていう名字だから、そういうゴヤ系のキャラクターをつけてるってことでしょ。多分わからないけどね。宜野湾市民かもしれないし。
いや絶対、まあ、もしかしたらただ単にゴーヤンが好きかもしれないですよ。あそうかな、うん、権威だよ権威そういう、何だか権力に弱いもんいやでもギノワンだし、たまたまゴーヤンなんてゴーヤンひろしさんといやもうでもね、今日はもう本当に、はい、あのアニメ研究所新年一発目、はいはい、やらさせていただいたんですけれども、はいはい、まあ、はい、もう今年もまたよろしくお願いします、本当に半活性お願いします、はい、お前はいいよ、別に、改まれ違う、お前は本当にアニメ研究所の時だけギャラリーで出たなんでよ、俺いい感じで、ここヤバピーでいいよ生徒がいないと、生徒がいないと、君ら博士と助手だけでもいたら成り立たない、生徒がいて、だからアニメ研究所ももうちょっと濃くしていって、うん、あのだからまあ知らない方にね伝えるのはもちろん、うん、そこからいろいろ掘り下げて、そんな講義だったらもうただのあれさ受験の DVD とかみたいな講義だ、ただの講義を、だってお前博士が去年から今までよ、うん、紹介したアニメで何か見ましたか。見てない見てないだろね、見たらすぐポーンと出るわお前テレビがあのアナログだもん、お前それ以前のものだよお前ブラウンカーなんでねサーセン、いや見たいなっていう記憶だったら、だったらお前ギャラリーでいいやしよお前、いやだから聞いてストックして、うん、俺がいつかリッチになったらないから、君がリッチになることないからアダニアファースト、はい、ああ、ワペンさんから来てますね、はい、宜野湾の近くの市町村ですと、お、わら、はい、市町村っていうことはタブーの金ネタって、はい、やっぱ大平ステルさん最高ですタブーなんですか、タブーいや、攻めれって言われたんで、ね、大平さんの担当は毎週火曜日ですよ、火曜日でございますよ、はい、そうです、火曜日です、はい、あ、スマホでアニメ見れるってば、はい、え、スマホって、スマホって電話するだけじゃないすごい、何その音ボケしなさ、何や自分の逃げ道だけだったの知らねえな、何や逃げ道めっちゃ作ろうとしてるもん、電話じゃないの、違うよ、分かるだろお前、そういうエロい動画ばっか見てるだろ、いやいやいや、お前の履歴その窓かまぎか、窓かまぎかスケベな窓かまぎか、やめろよお前やめろ、これあ、魔法少女かみたいな、アッチさん、人気者だよって、ありがとうございます、ありがとうございます、 YouTube, あ YouTube アリアンって来てますね、いやいや、YouTube のありますよ、見えるわ、見れよお前、お前、何一つ見てないでしょ、時間がないからいやいやいや、あるからこの前電話したら寝てたよ5時ぐらいから、5時ぐらいでしょ、僕ですね、もう12時間寝ないといけないから隙間時間見つけたら寝てますたまに電池挟まってますもんお家帰れないと眠れないタイプだろう。いやいやでもね、いやいや絶対見てくださいよ、せっかくね、まあそうですね、博士がどんどん来てくださって、いや確かに呼んでるんですよ僕らゲストで、ゲスト呼んでそれを紹介したら一個も見ないってお前、博士が紹介したアニメは僕の中には来てますよ、じゃあじゃあ行ってみお前、お前行ってみお前、博士が紹介したアニメ行ってみお前、いやいっぱいあるさ、メゾン一国とか、ありましたね、残虐のルルーシュみたいな、あのコードギアスね、残虐のルルーシュと、うん、あのロボットが心を持つやつ、イブの時間で、ね、タイトル覚えると借りれんだろ、いやいやいや、これはグーグルで出るだろ、無理だろ、早くやすぎるでまだ出てくるわ、オッケーグーグルって出てくるよ、いや死にも知りませんって出てくる、死ねって出てくる、イブの時間ですから、死にだろ、グーグルじゃないわ、グーグルっつっただろ、シリじゃない、ライバルだろ、いいやそこ、そこはあえて、なんかあとあの東南アジアの、あそうそう、あの全然全然ちょっとそれるんだけど、あの ETC 入る時のあの車の音声の人、あの朝倉みなみって知ってた、ええそうなんですか、みなみ ETC の、あETC のそうそうそう、へー朝倉みなみってタッチのみなみ、いやもうそれは初めて聞いた、だってタッチのみなみ、うっせえタッチのみなみだよ、朝倉みなみってタッチのね、言ってるだろ、タッチじゃない、俺に触るんじゃねえ、乳首タッチどうもダメだわ、デレ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 みたいな、いきなりタッチみたいな、つかまるよみたいな、そうそう、それテレビでやってたんですよ、自分も見たんで、そう、カメラ検査も見てたと思う、だから自分も衝撃受けて、タッチやみたいな、頑張れみたいな、うっせぇじゃないよ、うっせぇじゃないよ、達郎頑張れみたいな、いやいや誰や達郎、山下関係ないよ、山下達郎頑張れみたいな
十分ない。違う違う、こいつさ、こいつさ、あのさ、違うでしょ、こいつ分かる分かる、あのさっきの話題に戻らないようになんとかつなげる。カズくんの、カズくんじゃ、博士が、博士が、もうバレてるだろ。博士が今まで言ってきたアニメなんかっていう。分かる分かる。いや、言わせる言わせる言わせる。あの東南アジメのアニメ、東南アジメじゃなくて、東南アジメのやつ。東南アジメみたいな。東南アジアで、あの闇社会のやつ。ブラックラグ。ブラックラグ。全然タイトルが出てない。タイトル全然覚えてない。タイトルは、わからんな。しゃあないな、これ。これぐらいにしか、あとなんかあったような気がするけど。あったっけ、あと。カーボーイビーバップ。あ、カーボーイビーバップは僕わかりますよ。漫画があるよっていうのは。見たことない。見たことない。もう全部見たことない。いや、でも、全部面白そう。だけど、一人じゃ見たくない。やっぱ、隣に一緒に見てくれる女の子が。一生無理さ。一生無理だよ。一生無理や。無理やないわ。無理じゃないわ。いやいや、ライフタイムリスペクトに寄せようとしたら無理だった。無理だった。いろんな意味で無理だった。そうそう、いろんな意味で無理だった。いろんな意味で無理。重なってないですよ、あ、でも、まあ、あ、アンドロイドとか、もうロボットとか、もうちょっともうすごい未来では、うん、いいっすか、ちょっとぶち込んじゃって、はい、なんか、まあ、スマホの、ね、ニュースであったんですけど、うん、近い将来、まあ、性交渉のパートナーとなるアンドロイドができるらしいです。セックスボットだったっけ、なんか大丈夫っすよね、これは。大丈夫っす。まあ、ダッチワイフが進化したバージョンとか。そうそう、喋るどころか。あれ、立つし、分かる、立つのかな。俺も見た、あれ、あの、パンティの匂いも再現する。バーチャルで。バーチャルで。違うさ、なんか言うなれば、ちょっと変態チックなんですけど、パンティの匂いって何？パンティの匂い、家具？それで洗濯物かどうか見極めるときしか考えないですよね。あれ、これ汚れてるかな、クンクンぐらい。そうもしないけど、もしされてたら俺は汚れ物と浮かすけど。嘘、俺切れるかなって。切れるかな。セクサノイド書いてきた。セクサノイド、あ、それかな。俺もなんかセクサノイドかな。アンドロイド、セックスボット。あ、そうっすよね、結婚する人減りそうって。まあ、ちょっとね、世の男性は。その分、あの、人工受精ですよ、もう、これは。もう、畜産、サラブレッド。人口も減るんじゃないですか。いや、もう競馬みたいな感じっすよ。もうサラブレッドを作っていくんですよ、こう。コンピューターでって分かる。あ、でもそれも、あの、未来です。未来の話だから分かんないよ。うん、だから結婚したい、子供を作りたい。じゃあ、私の恋人どんな人がいいですかって、こう、コンピューターにバーってやらせて、うん、そのコンピューター誰かに、あの、もう、なんか、ウイルス出られてて、あなたや岸さんがいいでしょうみたいな。チーンって出てくるんですよ。で、あなたや岸って選手のサンプルを置きますから。チーンって。すごいね。だからチョイスされたのがゴミだったっていう。あらにはキッチンゴミやないけー。人間ランク D じゃん。 MCD E だよ。 E だよ。人間いいか。ゴミです。でもあなたはこれが合うでしょう。ショックしてくるから、このウイルスでやられてるから、このコンピューター。でもそうなるかもしれない。サンプルが送られてくるかもよ、アマゾンで。アマゾンで送られて、そこアマゾンなんで、キットでこれにこう足してみたいな。こうなったらできますって。そんな命はね、軽いもんじゃないんだ。もっと神秘的なもんですよ。神秘的なものですね、やっぱり。あ、でももっとじゃあ深い話で言ってみていいですか。人口増えてるじゃないですか。まあ増えてますよね。2倍ぐらいなってるんで、この1世紀で。だから結婚する人減りそうって言うけど、逆に元あった形に戻っていくんじゃないのかなと私は思いますが。あ、でもね、それはね、殺し屋の発想ですわ。殺し屋かよ。殺し屋じゃない。そういうこと。今からと増えすぎて、殺し屋か、あの、寄生獣の発想ですね。まあ寄生獣の発想であるけど、人間が増えすぎたみたいなのもあるんですけども、しかし俺人間が増えることによって、まあなんつうの、昔、例えば昔がそこまで良かったかって言っても、そうでもない。環境汚染だったりとか、まあ今はもう人が増えるっていけば、この環境テクノロジーだったり何だったりって進化していくんで、やっぱその分みんなで地球を大切にしようっていう心を持ってね、僕みたいにクリーンに心を生んでない。朝まで生テレビだから急に討論番組になっちゃった。なんか子供の話がロボットの話が環境の話になって、セクスロボ
ロボットじゃない。急に変わりましたよ。じゃあもうケイちゃんはあの人類が増えてもいいということですね。じゃあでも僕ら無理に、うん、あの数を減らせっていうことではないんですよ、うん、僕の言い分としては、まあ、これ以上は増えないでもいいんじゃないかってことでしょ、うん、増えないでも増えない、うん、まあ増えないでもいいんじゃないかっていうかしょうがないんじゃない、そういうもんなんじゃない、うん、元の形に戻るというか。でもまあまあ本当にあの何でしたっけ、大ヒットしたドラマで逃げ恥とかでしたっけ、まあああいうのから、ああいうのがやっぱヒットするっていう時点で、まあ恋愛観って多分やっぱ時代によってどんどん変わってきてはいるんですよ。だからもう本当になんか僕もテレビで見たんですけど、もう今なんかこの恋愛がだるいっていう、ああまあこのそうだね、そうそうそう、だからその逃げ恥もなんかこの契約結婚みたいな話なんですけど、まあそこがやっぱ共感するっていう人も、まあそういうスタイルになるのかな、そういうのもやっぱ増えてきてはいるみたいな、そんな流れでドラえもんもできるのかな未来では。東京ラブストーリーをみんな見た方がいいんじゃないですか。スキちゃーん、101回目のプロポーズ見て勉強し直したかお前。あセイイエスみたいなね、タスロータスロータスローだっけ、タスローだったから哲也じゃない、哲也だけど哲也、それは哲也でしょ、哲也ですけど哲也嫌い。本当に本当に本当に惹かれてもいいぐらい人を好きになった方がいいですよ、ね、なるほど。僕は死にませんって言えるかお前、女の人に、女の人に、うん、いやがしねって言うの徹夜のいやがしねそうそう、それはそれはさらに僕が飛び込みますけど、そこはそこは僕飛び込みますけど、まあまあ長い回やってきますけど、今日は結構延長されてすごい、もうすごい朝から最後はもう生テレビの討論ですよ、ね、でも本当に今日でも遅くまで本当にたくさんの方が、はいはい、見ていただいて、コメントも本当にたくさんの方、はい、いただいて、そしてコインもね、うん、本当にいっぱいいただいたので、はい、この時間帯までできましたので、できる予定です。キーチャーこの後置いていきますので、はい、ぜひね、はい、もうキーチャーの逆か何かがあったらね、はいはい、いやでもさ、僕は結論出すけど、僕は、うん、あの人が減ればいいって思ってないですよ、うん、しょうがない、そういう形になるんじゃないみたいな、うん、逆に、まあまあよくわかんね全然結論出さよ、まあ、昔は少なかったから、まあ、まあ、今が大丈夫ですよ、大丈夫です、僕が責任を持って隣にいるやつの人口は減らしますので、ええ、まびくな、俺をまびくなやめろ、俺をまびくな俺を何かの気持ちと一緒にする、はい、それではですね、もう博士も遅くまで付き合っていただいて、はい、そして皆さん、たくさんの方も本当に遅くまで付き合っていただいてありがとうございます、はい、いや、はい、そして来週もまた、はい、お送りしますので、はい、生放送でお送りしますので、生だよ、ぜひぜひ皆さん、お時間ある方は聞いていただいたらなと、はい、やめろお前、社長が、はい、クイって言ってもクイって言ってないわ、いないから、いないから、お前もしかしたら本当にどっちどっち社長に個人的に呼び出されるかそこは山 P 内密でお願いします YouTube で残る、 YouTube だってよー、ぜひ、はい、皆さん来週も楽しみにしてください。それでは、はい、大平さんのチューズデータイル、はい、ツイキャス版でした。それでは皆さん、また来週、さようなら、さようなら、ありがとうございました。ありがとうございます。